そして、あの子たちは今もこの街で笑っているんです。実は、あの子たちと一緒に遊びに来たかったんですけどね。そこが勤め人の辛いところです。ま、一緒に行ったって、若い奴らにはついていけないさ。ま、ひどいですね。私だってまだまだいけますよ。悪い。冗談だ。気にするな。困った人ですね。それで、そいつらとは最近も話しているのか？あ、ごまかしてますね。本当に困った人です。都たちと同じですよ。もう、進藤さんにも堤さんにもほとんど会っていません。そうか。でも、それでいいんですよ。あの子たちは、とっくに自分の足で歩いているんですから。次は、優子の番だな。私の？そうだ。お前には、なくしてしまった。そうです。大事なものは、もう失われてしまったんです。ただ、思い出のかけらが。いや、違う。なくしたものは、俺が取り戻させてやる。相変わらず。弱気な俺なんて見たくないだろ。あなたは、今日までずっと強さを失わずに、私が憧れた、強くて、私は違う。違わねえよ。違うんですよ。私は変わってしまった。お前はお前だ。少なくとも俺にとってはそうなんだよ。やっぱりあなたは一ついいですか？なんだ？私も知りたいんです。知りたい？私が知らないあなたのことを教えて。俺自身には大したことはなかったな。割と平凡な日々だったよ。ゆうくんが平凡？なんかうさんくさいですね。俺自身のことはともかく。信じられないような人間と会ったりしたな。あら、誰ですか？それを話すにはちょっと時間を割か、俺とお前の過去にも関係のあることだ。私たち。そうだ。いや、その前に。あの子。あの子って、女の子なんですね。
変なところで鋭いな、お前は。これでも私も女の子ですので。そういうのじゃない。ただその子のことを話さないと、俺がここにいる理由、彼女がいたから俺は優子がここで待っているって知ることができたんだよ。私のことをその子が優くんに？そうだよ。直接ってわけじゃないけどな。少なくともそれにお前が話した物語との深い関わりも持っている。その子は誰なんですか？彼女の名前は新藤千尋。新藤。ああ、さてどこから話そうか。カラス、なぜ泣くの？カラスは山に、かわいい七つの子があるからよ。彼女と会ったこと後悔してる？じゃあ、ダメだった？そう、後悔。レンジ、今笑ってる？声がそんな感じだったから。そっか、そっか、みんな頑張ってるんだね。こっちの話。もう遅いし、電話代もかかるから切るね。今度遊びに行くから、おばさまにもよろしくって伝えておいて。え？ありがとうって、何が？はぁ、あ。んなわけないでしょ。おやすみ、レンジ。
私から